しかしあの南工房展開まで出てくるとは。あんたほんまええ度胸しとるな。さあそろそろ説明してくれてもええんやないですか、丸目の旦那。うん、今回の作戦は徳川率いる東軍の裏切り者を斬ることにある。東軍やと？同じ徳川の軍の中に裏切り者がおるっちゅうことか。おい、どういうことだ？裏切り者だと？作戦は今夜決行。まず裏切り者が宿を取っている屋敷に忍び込む人間を2名決める。他の者はその2名の援護に回る。2名、つまりその2人に選ばれた奴が大手柄を立てられるっちゅうことやな。そうだ。だが死ぬ確率も最も高い。さよう。どうだ、志願する者はおらんか。俺が行こう。本当にいいんだな。ああ、俺は中途半端に名声を得るためにここに来たわけじゃない。もう後戻りはできないんだ。せやな、兄ちゃんの言う通りや。わしは大勢の人間を斬ってきた。こうなりゃあとは地獄か天国かしか待っとりゃせん。どうせやったら大手柄立てて天国へ行こうやないか。なあ、よし、では決まりだな。ああ、そうやな。それでは二人に今回の作戦の詳細を伝える。残りの剣士たちは別までしばし待たれよ。さあ話を聞こうやないか、丸目の旦那。ああ、では今回の作戦の詳細について伝える。まず二人にはこの後すぐにこの場所を出て行ってもらう。すぐに？ああそうだ、深夜の寝込みを襲う。奇襲作戦ってわけか。そういうことだ。しかし寝込みといっても相手はかなりの人数を引き連れて屋敷に陣を張っている。よってまずお主たち以外の剣士が表から攻め込む。そして裏口からお主たちが忍び込み首を取る。つまり他の剣士たちはおとりになるっちゅうことか。なるほどね。しかし丸目の旦那、備えに手の込んだ作戦つかなあかんちゅうことは、その裏切り者ってのは備えに偉いやつなんか。それに徳川家の参謀役である天海が仕掛け人なんやったら、こないにこそこそ行動する必要はないんてちゃうか。天海様をもってしても表立って動けない敵ということだ。それってあんた、これ以上は聞かない方がよい。知らない方がお前たちのためだ。丸目さん、どうした？この作戦、もしも俺たちがそいつの首を取ったらどうすればいい？
とりあえず屋敷から逃げ出すんだ。屋敷の裏口から逃げ、南に三里ほど行った参道に古い寺がある。そこに集まれ。その場所にたどり着けば作戦は成功ということか。ああ、寺の中に入り迎えの者を待て。わかった。話は以上だ。あとはお前たちにかかっている。ああ、ほな、作戦の成功を祈って。ああ、宮本武蔵、真島五郎八、お主たちは本当に良い目をした剣士だ。今回の作戦、私はお主たちに声をかけてしまったことを少し悔いている。おいおい、誘っておいてそれないんとちゃうか、丸目の旦那。その通りだ。それとも何か、まさか戦う前から俺たちが死ぬと思ってんのか。いや、そうではないのだが。ではそろそろ出発の時間だ。生きろ。え？死んでしまったら全ては終わりだ。本当に後がなくなった時は逃げろ。何がおかしい？急に何言ってるんだ、丸目さん。は？ほんまやで。死ぬ気でやれやの、生きろやの、逃げろやの、あんた言ってることがめちゃくちゃやで。本当だな。少し酒が回ってしまったのかもしれん。では。